どうも、石川です。はい、これより登録完売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問91から問100までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは引き続き第4章になりますので、皆さんここ大丈夫でしょうか？頑張っていきましょうね。はい、では問い91番です。薬局における薬剤師不在時間に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですけど、あらかじめ予定されている定期的な在宅対応により薬剤師が不在となる時間は薬剤師不在時間として認められますよとありますけど、それはダメなんですよ。そうなんですよ。それから B ですね。恒常的に、薬剤師が不在となる時間であっても学校薬剤師の業務に従事する時間であれば薬剤師不在時間として認められますよ。これも認められません。そうなんですよ。薬剤師不在時間として認められるのは、あれですよね、皆さん。急遽決まった、退院時などのカンファレンスの、ね、参加だったりとか、そういったようなものに関しては薬剤師不在時間として認められるんですけど、ただ、あらかじめ予定されているとか、あとは、学校薬剤師の業務、これもあらかじめ決まっているので、そういったところもですね、に関するものは薬剤師不在時間としては認められません。ちなみにですね、この薬剤師不在時間って何、ごめんなさい、学校薬剤師って何ですかというところでは、学校薬剤師というのは、例えば小学校とか中学校とかのプールとかの塩素濃度をこう、なんかこう、測ったりとかする方とかが、実は学校薬剤師、薬剤師の業務なんですよ。それからあと照明だったりとか、空気中の二酸化炭素の濃度だったりとか、そういったものだったりとか、あとは浄化槽だったりとか、そういったね、ところの検査をしたりとかするのが、学校薬剤師のお仕事だったりするので、そういったものに関してはですね、認められませんよというところになります。はい、それから C、薬剤師不在時間内であっても調剤所を閉鎖する必要はなく、登録販売者2類3類を販売することができますよとあるんですけど、調剤所はちゃんと閉鎖してくださいねというところになりますので、 C は誤りです。そして D は正解なので4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い92番です。店舗販売業に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちらも答えは4番が正解となります。A と B が誤りですね。まず A 見ていきましょう。店舗販売業者は、店舗販売業者は、その店舗において薬剤師がいない場合でも、登録販売者として業務に3年以上従事した者がいれば、要指導医薬品及び第一類医薬品を販売することができるよとなってるんですけど、なんかよくわかんなくなりますよね。でも単純に考えていきましょう。こちらは、登録販売者が要指導医薬品、第一類医薬品を販売できますかって言ったら、販売できないですよね。そうですよね。なので、登録販売者は、要指導薬品、第一類薬品を販売します、することはできませんので、たとえ3年以上従事したものであっても、そもそも販売することはできませんので、ややこしいのが、あれですよね、店舗管理者の要件としてというところで引っかかってくると思いますので、そことしっかりと分けて考えていきましょう。なので、A はこれ、誤りとなりますので、気をつけておいてください。それから B。店舗販売業者は、第三類医薬品を陳列する場合、そして、薬局など、構造設備規則に、規定する、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないよ、とあるんですけど、これ、違いますよね。いいでしょうか。まず今、店舗販売業の、ことについてのお話をしております。店舗販売業ですね。そして、今回は、ここでは、第三類医薬品ですね。第三類医薬品を、陳列する場合に、というところなんですけど、第三類医薬品を陳列する場合には、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲となっているのは、これは、第三類医薬品ではなく、指定第二類医薬品に関する内容でしたよね。そうなんですよ。
指定第二類医薬品に関しては、情報提供を行う場所、設備から7メートル以内の範囲に、置いてくださいねっていうのがあったと思います。なので、これ情報提供を行う場所ってどこだろうっていうところなんですよ。情報提供を行う場所っていうのは、患者さん、お客さんとですね、こう、お薬のことについて情報提供を行う場所っていうのが、特別設けられてます。大体レジの横とかにですね、情報提供場所とかっていうのが書いてありますので、そこが情報提供場所なんですけど、そこから7メートル以内の範囲に指定第二類医薬品は陳列してくださいねっていうのがあるので、これ第三類医薬品の陳列の内容ではなく指定第二類医薬品の陳列に関するものですので B は誤りとなります。はい、それから C と D は正解なので4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問93番です。開示販売業に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちらも答えは4番が正解となります。配置販売業ですね。今度は配置販売業のことについてお話をしておりますので、しっかりとですね、何のことについて言ってるのかというところを確認していきましょう。はい、ということでまず4番が正解なんですけど、 A が誤りですね。配置販売業の許可を受けようとするものは一般用医薬品を配置しようとする区域に関わらず、申請者の住所地の都道府県知事に申請書を提出しなければならないよとなっているんですけど、これまず配置販売業の許可を受けようとするものに関しては、よし、配置販売業をやりたいなと思った時には、よし、じゃあ配置販売業の許可をもらおうというのがあるんですけど、確かに、こちら知事の許可が必要なんですけど、ただ住所地の知事ではなくその区域の知事になりますので、なのでその住んでる人、その人の住んでるところじゃなく、これからここで始めようというところ、始めようとする場所の、知事の許可を取らなければならない。というところでは、住所地ではなく、その区域の知事の許可を取っていきますので、A は誤りとなります。はい、そして B は正解、そして C ですね。薬局関係者または店舗販売業者が配置による、販売または授与の方法で、医薬品を販売などしようとする場合には別途配置販売業の許可を受ける必要はないとあるんですけど、そんなことありません。何かというと、配置販売業に関しては配置販売業の許可を取ります。店舗販売業に関しても店舗販売業の許可、卸売販売業も卸売販売業の許可、薬局に関しても薬局開設の許可っていうのを取っていきますので、なので、それぞれの許可を取らなければなりませんから、たとえ薬局開設または店舗販売業者はですね、許可取っていたとしても、また配置販売業をやりたいなった場合は配置販売業の許可を受ける必要がありますので、 C は誤りとなります。はい、そして D は正解ということで4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い94番です。一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供などに関する記述について正しいものを一つ選べということで、はい、正しいのは2番が正しい内容となります。はい、まず1番、配置販売業者が第一類医薬品を配置する場合には、今これ配置販売業のことについて言ってますからね、大丈夫でしょうか。配置販売業者がですね、第一類医薬品を配置する場合には医薬品の配置販売に従事する薬剤師または登録販売者に書面を用いて必要な情報を提供させなければならないよとなっていますけど、そもそも第一類薬品を、販売する場合、配置する場合にはですね、これ登録販売者はできませんので薬剤師のみになりますから、登録販売者のところが誤りとなります。はい、そして2番はこれ正解ですね。はい、よろしいでしょうか。それから3番、店舗販売業者は法の規定に基づき第三類医薬品を販売する場合には、今度は店舗販売業のこと、店舗販売業者のことを言ってます。そして第三類医薬品ですね、今度は第三類医薬品を販売する場合には薬剤師または登録販売者に必要な情報提供をさせなければならないとあるんですけど、こちら第三類医薬品に関しては、まあ、なるべくした方がいいかもねというような内容となりますので、なので、ここはですね、させなければならない絶対の義務ではないんですね。はい、だから、これ3番は誤りとなります。はい、そして、4番、
店舗販売業者はその店舗において第二類医薬品を購入したものから相談があった場合には医薬品の販売または従事に従事する薬剤師または登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいとあるんですけど、これ望ましいのは何ですか、先ほどの3番のところで第三類医薬品を、の情報提供は望ましいというのが第三類医薬品望ましいです。ただ、まず今回ここでは、第二類医薬品ですよね。第二類医薬品に関しては購入者から相談があった場合、購入者が相談があった場合は第二類医薬品は絶対にやんなくちゃいけない。そうなんですよ。情報提供、購入者が相談があった場合は、第二類薬品は絶対にやんなくちゃいけない。いやでもこれ第二類薬品だけじゃなくて、例えば第三類薬品から購入者から相談があったりも絶対に情報提供しなくちゃいけない。で、要指導薬品他も全部そうです。相談があった場合はどんなものでも絶対に情報提供しなければならないので義務になります。ということで薬剤師登録販売者が積極的に情報提供することなのか、それとも購入者から相談があったことなのかというところをしっかりと見極めていただきたいと思いますので、ここのところ4番は誤りとなります。はい、では次行きましょう。問い95番です。店舗販売業者がインターネットを利用して特定販売を行うことについて広告するとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報として正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、まず A は主要な外観の写真必要になります。それから B の情報提供場所の写真はいりません。そうなんですよ。なので外観の写真、あとは陳列をしている写真とか、それは必要になってきます。はい、それから、C、 販売を行う一般用薬品の製造番号はいらないです。使用期限は必要になります。使用期限ですね。使用期限は必要になりますので C は誤り、そして D は正解となります。はい、ということで2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い96番です。次の記述は法の、条文であると、括弧欄に入れるべき軸の正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、ということで穴埋めのところ大丈夫でしょうか。このような穴埋めですね、広告に関するもので虚偽または誇大な広告をね、しちゃいけないよとかっていうのがありましたので、このあたりもですね、ルフという言葉とか、気をつけておいてください。はい、ということで3番が正解となりました。では次行きましょう。問い97番です。医薬品の広告に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A、B は正解、それから C、 医師が医薬品の効能効果を保証した旨の記事はその内容が事実であれば広告することができるよとあるんですけど、これは事実であっても広告することはよくありませんので、これ C は誤りになります。そして D です。承認前ですね、承認前の医薬については有効性が確認されていればその名称を広告しても良いよとありますけど、違います。近日石川医薬品1号販売とかってそういうことはダメなんですよ。なので、承認前はですね、そういった広告、禁止されておりますので D は誤りということで2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い98番です。医薬品の販売方法に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B は正解です。それから C、 配置販売業においては医薬品を専用小売によらず現金売りを行うことも認められている。そんなことありません。配置販売業に関しては先に用いて後で利益を生むということなので、配置販売業は配置販売業の箱を持ってってすいませんということで、このお薬の箱置いといてください、使った分だけ後から代金請求しますからというような業態でしたので、なので、現金売りというのはこれはダメですので C は誤りということで1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い99番です。法に基づく行政庁の監視指導及び処分に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。全部正解ですね。特にこの監視指導、行政庁の監視指導に関しては、ややこしいところが多いです。なので、誰が誰に言ってるのか、そしてどんなことについて言ってるのかというところがちょっとポイントになりますので、ぜひぜひ誰がというところでは、知事なのか大臣なのかというところ、そして誰に言ってるのかといったら
薬局解説者に言ってるのか、店舗販売業者に言ってるのか、配置販売業者に言ってるのかというところがポイントになってきますので、このあたりしっかりと確認するようにしておいてください。はい、ということで問99番は、5番が正解となりました。はい、そして最後です。100番ですね。問100番です。医薬品の廃棄回収命令に関する記述について、誤っているものを一つ選びましょうということで、はい、誤っているのは1番が誤っております。都道府県知事は、医薬品の製造業者に対して不正表示、医薬品不良、医薬品などの、回収、その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を取るべきことを命ずることができるが、薬局解説者、医薬品の販売業者に対してはできないよとありますけど、そんなことはありません。できますので、1番がこれ誤っている内容となります。はい、ということでここまでどうだったでしょうか。特にですね、この放棄、第4章のところに関してはこう文章を読んでても何言ってるか分かんなくなることがありますので、ぜひこうなんか何言ってるか分かんないなというところでは、大事となるキーワードこうなんか丸などをつけてですね、しっかりとこのことについてるのか、このことについて言ってるのかというところを必ずこう文章のところで、大事なキーワードしっかりと丸をつけて、間違いここについて注意していこうとかってね、そういうものを自分のなりに、考えながら解いていただくと少し、読解しやすくなってくると思いますので、ぜひぜひ、このところを頑張っていきましょう。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますので、ぜひご登録いただければと思います。ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。